様こんにちは、絶望ライン校でございます。私は独身、工場にて働く非正規労働者です。ゴールデンウィークは10連休をいただき、絶望ライン県とともに会津の実家へ。恥ずかしながら帰ってまいりました。連休中の地獄のような日々を本日はご覧に入れます。まずは皆様の幸せを願い、会津のレッドブルを拝みに来ました。赤べこ、2人くらい幸せにしましたね。なんかもう一つ顔がありますね。鉄道娘大川真彩さんをご紹介します。猫駅長殿、素敵な方です。実家には看板娘がいます。いませんね。どこでサボっているのか。あ、いた。一匹で縄張り全域を管轄する上級狼殿です。可愛いですね。懐かしい絶犬にとって4年ぶりの合図です。看板娘として頑張っていった頃が思い出されるな、絶犬よ。来ませんね。尊敬されていないようだ。この廊下を昔は走り回っていました。時間は残酷です。飽きた。尊敬されているかもしれない。かわいいですね。危険なゴールド免許で湖へ向かいます。右折する際は対向車へライトを一瞬だけ照射し、ひるんだ隙に右折せよと先輩に教わりました。ラーメンを食べたかったのですが、古川農園大行列、会津村の十文字屋も同じで、諦めて猪苗代へ向かいました。猪苗代湖に行きました。うちから30分くらいでしょうか。長浜の遊覧船乗り場で白鳥丸に乗船します。亀丸、白鳥丸ともに猪苗代湖の顔です。
事業破綻から2隻とも解体の危機でしたが、猪苗代観光船が引き継ぎ有志によって再建されました。幼少期に乗った亀丸の思い出、白鳥丸スレッショルド。白鳥丸、いざ乗船。1500円で35分の旅です。心よく撮影許可をくれた猪苗代観光船様、ありがとうございます。1階はこんな感じです。アッパーデッキへ向かいましょう。素敵な船内です。風が気持ちよく、船内も過ごしやすいです。猪苗代湖へお立ち寄りの際はぜひ白鳥丸へご乗船ください。乗船後、ホテル港や併設レストランセイコで食事をしました。乗船チケット提示で100円引きになります。亀丸が見えます。白鳥丸は労働中のため見えません。
ホイコーローセットを注文しました。ご飯はおかわり自由です。トウモロコシと卵のスープ、ジャーザイ、杏仁豆腐、キャベツと豚肉の味噌炒め、揚げたての春巻きが2本つきます。一食いただきます。中華だろうと汁物から飲んじまう。力強い甜麺醤をまとった豚肉、実に飯と合います。ごま油の香りがするキャベツ、これも実にうまい。歯ごたえは残るが柔らかい。思わずシェフを呼びたくなります。炒めたピーマンはなぜこんなにもうまいのか。味噌との相性が抜群。生で味噌をつけて食べたりします。お楽しみの春巻き、揚げたてなのが箸から伝わってきます。岩塩でいただく。シャクーと破れ、中から熱々のあんが露出。からしと醤油もいいが、食感を楽しむなら塩ということか。シェフを呼びたくなる気持ちをぐっとこらえ、食事を続けましょう。豚肉とキャベツ、そして飯のマリアージュに感激します。卵スープも非常にビューです。ビューだよこれ。ジャーザイもオイリーで飯が進む。ビューです。そして春巻き、ご飯おかわり自由なのが神がかっております。なんとも素敵なランチでした。帰宅した両親にもてあそばれる気の毒な狼の映像です。閲覧注意。久しぶりの古巣に絶賢も喜んでおられるようだ。本日はゴールデンウィーク前半の様子をお届けしてみました。
おとっつぁん、おっかさん、おだーぐ、みな喜んでいてよかった。そしてここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。私は婚活パーティーと風車が怖いです。